はい、どうもこんにちは。今回はこちらマスクマンじゃなくてハンクを使います。ならできる、お前ならいける。誰かよくわかんないけど、ここですか、ここですか。ここはすごく楽です。ここは楽。まずね、一番邪魔なのがこいつ。うわ、この汚いの飛ばしてくるこいつを仕留めればあとは楽です。あれ、生きてるし、死んだかと思った。よし、もうこれで勝ったも同然って、また復活するんですけどね。どこだ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 、いたいたいた。よし、次はマグナムで仕留めてやろうじゃないか。ほら、一撃。ここは本当に簡単なステージです。ハンクだからね、難しいステージでもいいかなと思ってたんですけど、ちょっと想定外。近いと当てづらいな。こいつらはね、このスナイパー、僕のスーパースナイパーさばきで簡単に倒せるから問題はない。うーと、近い。シューシュー。やっぱ僕はスナイパーの腕がすごい、ね、と自分でも思う。よし、でこっちか。よし、次はこれだね、豚さん。これ豚？イノシシか。イノシシ来いや、いや。あんなところにいたのか。いや、いや、これは透明のやつ。余裕。これ来いや、来いや。こっから見えたのか。ほら。命中率 98% のこのスナイパーさばきを見るがいい。ファイヤー。うわ、チケ、危ね。今のよく対処できたな。よし。このハンク様の力を見るがいい。宝箱ウェポンスキル。なんか今の喋り方言うとね、あれをすぐ思い出してしまう。なんでしょう。チックタック、答えはコーバックルーズです。どうでもいいわ。なんかあれがすごい頭の中に残ってる。コーバックルーズ。イノシシが、よし、当たったか。周りが赤くて見にくい。さあ、来いや。せっかくだからこいつの得意技をお見せしましょう。必殺透明クローキングっていうね、透明になることができます。少しの間だけ。これで後ろからね、攻撃したりとかできる。結構使える技です。よしよし、こいや。あと2体、あ、いた。こいや、あと1体。どこだ。あ、なんか、あ、決定。はい、終わり。ハンクは強いよね。なんか強い。はい、というわけで以上、ライドモードハンク編でした。ハンクは強いけど
僕は誰かよく分かっていません。この仮面の中は一体どうなっているのか。はい、うん、まあいいや。はい、ではご視聴ありがとうございました。よくやった、よくやった。一応男らしいですね。それではまたね、バイバーイ。